吉田友発見動画チャンネルの吉田友です。今ちょうど大相撲が行われておりまして、この朝青龍の成績とあるいは身体というものが非常に問題になっております。ここはこの12月に九州場所が行われましたが、今から30年ですかね、20年か30年ほど前まで相撲が行われておりました福岡市の宮殿記念体育館です。昔はここで相撲が行われておりました。誰の時代でしたかね、今ではもう忘れてしまいましたが、私が通いました高校のすぐ隣にあるのがこの宮殿体育館です。私はこの体育館の左側を通ってこの学校に行っておりました。この相撲と言いますと、私はいつも自分の頭の中にあるのはこの宮殿記念体育館です。なかなか当時お金もなくって、この有料で中に入り込んだことはありませんが、この相撲取りの皆さんがここから入っていくの、あるいは横から入っていくのを見ながら高校に行き来をしておりました。そういう思い出深いところであります。私の気持ちから、そうした気持ちからしますと、朝青龍はもう一番頑張ってもらって生き残ってもらいたいなというふうに思うわけです。あらゆる批判を押しのけて、役光留さんが私の批判を押しのけて頑張ってもらいたいという心境が、私のこの相撲への気持ちだということを表明をしておきます。今日ここに記念体育館に立ち寄りましたので、今日は朝青龍の話題で締めくくりたいと思います。終わります。